今日2月3日は節分です。日野市にある高畑不動尊では恒例の豆まき式が行われました。豆まきには隣の多摩市にあるサンリオピューロランドのハローキティや俳優松平健さんらが参加しました。高畑不動尊では境内に鬼はいないという言い伝えから、鬼は外は言わず福は内の掛け声だけで豆をまきます。境内には大勢の人が詰めかけ、福を授かろうと紙袋や帽子を広げて飛んでくる福豆を必死で集めていました。高畑不動尊の豆まきは1日に5回行われ、今日だけで3万5000人の参拝客を見込んでいるということです。